ブルース・スミスはポストパンクバンドのポップグループのドラマーとして最もよく知られているイギリスのミュージシャンである。またスリッツ・ニューエイジ・ステッパーズのメンバーでもあり、現在はパブリック・イメージ・リミテッドと共演している。かつてネナ・チェリーと結婚していた。スミスは1977年にポップグループの共同での結成を手伝い、1981年に 解散するまで一緒に演奏していた。2010年にバンドが再結成された時、スミスもこのラインナップの一員となった。ポップグループがまだ活動中に、スミスは1979年からスリッツにも参加し、1981年に解散するまで一緒に演奏した。ポップグループとスリッツでの活動の後、スミスはエードリアン・シャーウッドとチームを組み、シャーウッドのオン。 ユーサウンドというレコードレーベルにおいて、ニューエイジ・ステッパーズや、その他様々なバンド等で演奏した。この時期、彼は、ニューエイジ・ステッパーズにも関わっていたネナ、チェリーと結婚した。その後、スミスとチェリーは元ポップグループのギタリスト、ギャレス・セーガーと一緒にリップ・リグパニックを結成した。このバンドでは1981年から1983年まで、 演奏活動を行った。1986年に、スミスは、ピルにアルバム、アルバムのリリースをサポートするツアーから参加し、次の2枚のスタジオアルバム、ハッピー、Q、9で演奏するバンドのパーマネントメンバーとなった。スミスは、バンドが解散する数年前の1990年に、ピルを脱退した。しかし、ジョン・ライドンが2009年にバンドを再結成したときに、 スミスはバンドへ復帰した。スミスは、レギュラーバンドとのコラボレーションに加えて、テレン・ストレント・ダービー、ザザ、ビオークなどのアーティストとのレコーディングでも多くのセッションを行ってきた。ありがとうございます。